東、スラブ人。東、スラブ人とは、スラブ人の中で、東スラブ語を話す。現代のウクライナ人、ベラルーシ人、ロシア人や、近隣の少数民族のことを指す。中世には、東、スラブ人のルーシ人が、キエフルーシ、リューリク長を支配した。元初年代期に、東、スラブ人についての記載がおよそ859年を、 境に始まるまでの彼らについては、相対的にほとんど知られていない。理由としては、当時まだ書き言葉がなかったこと、東、スラブ人が偏僻な場所に居住していたことが挙げられる。ゆえにそれ以前の彼らについては、考古学的な発掘、当時彼らの土地に旅した外国人の記録、スラブ諸法に対する言語的な比較といった子からしか知る方法はない。儀書であるを除いては、 11世紀以前の現地の文書は、わずかしか発見されておらず、9世紀以前の文書に関しては一つもない。主な情報源となる資料の中で最古のものは11世紀、及び12世紀に編纂され、現初年代期である。それには9世紀までに、バルト海から国海にかけて定住した12個のスラブ部族が記載されている。これらの12部族とは、それぞれポリアーネ族、 デレブラーネ族、ドレゴビチ族、ラディーミチ族、バーティチ族、クリービチ族、スロベーネ族、ドゥリーヴイ族、あとに、ボルイーニャネ族及びブジャーネ族と知られるようになる、白、クロアチア族、セベラーネ族、ウーリチ族、ティーベルチ族である。スラブ人の言響については、学者の中で未だに合意はなされていない。千年期において、スラブ人は、民族移動時代に、 東ヨーロッパ平原を横断してきた種族と接触していたと思われる。1世紀から9世紀にかけて、サルマタイ人、ゴート族、フン族、アラン人、アバール人、ブルガール人及び、マジャル人などがを越え西方向に移動していった。その時に、彼らの一部が通過した土地のスラブ人を従属させた、可能性が強いが、このよそから来た部族たちは、 スラブ人の土地にほとんど痕跡を残していない。では、スラブ人は農業従事者、養蜂家、カルード、漁師、牧夫、漁師として拡張していった。八世紀までには、スラブ人は東ヨーロッパ平原における支配的種族となった。六百年までに、スラブ人は言語の面において、南スラブ、西スラブ、東スラブの三派に分かれることになった。そのうち、 東スラブは2グループに分かれ東ヨーロッパ地域に流れ込んだ。一つのグループはドニエプル川沿いの地域で定住を始め、そこから北へは北ボルガ渓谷、東へは京のモスクワ近辺、西へは北ドニエストル川流域、南へは南ブーフ川まで拡散した。もう一つのグループはポメラニアから北東方向へ移動し、そこでルーシカガン国のバリアーグと遭遇した。 彼らは重要な中心地であるノブゴロドを築き、今日のトベリ州、ベロゼルスク周辺で定住し始め、最終的にはメディア人の土地まで達し、ドニエップルのグループと合流を果たした。南方に居住する東スラブは8世紀からハザール、河岸国に貢ぎ物を差し出さなければならなかった。ハザールは、トゥルク諸語のハザール語を話すとみ8世紀後半か9世紀に支配階級が、 ユダヤ教に改修し、南ボルガガー流域及びカフカース地方を支配していた。おおよそ同時期に、北方の入り目にスロベーネ族とクリーヴチ族は当時、バルトカイラ東ローマ帝国までの貿易路を抑えていたルーシカガン国のバリアーグによって支配されていた。ルーシカガン国はバリアーグの国家ではなく、現地の東、スラブ人の国家であるという説もある。 国家軍の民族構成は、ノース人、東スラブ人、フィン人、トゥルク系民族などであるが、バリアーグ以外の活動は、史上,上あまり見られない。多民族国家であるため、根血していたとも言われている。当時の東、スラブ人の中心都市は、ノブゴロド、イズボールスク、ポロック、クニョーズドボ、および、キエフなどである。考古学の研究によれば、 これらの都市が登場するのは10世紀に入ったとこで、ノブゴロドのスラブ人とフィン人がバリアーグをスカンディナビアに追い返した直後である。ルーシュカガン国は、その後衰退し、最後は発展して、キエフルーシュとなったのか、あるいは単に、キエフルーシュに吸収されたのかは不明である。その後、スラブ人の将兵により、バリアーグがノブゴロドに戻り、首都をキエフに移した。これについては、 バリアーグは招兵されたのではなく侵略し、キエフの現地の校長、おそらくはポリアーネ族の校長を倒して、政権を乗っ取ったのを、後に権力の正当化のために外来王招兵説を取り入れて、年代記を作成したものであるという説もある。バリアーグ人の君主と、東、スラブ人の貴族、国民からなる流陸朝キエフ大公国は、キエフを拠点に、 コンスタンティノポリスに対し何回か遠征を行った。当初、バリャーグは、スラブ人の支配階級であったが、彼ら10世紀末までに急速に、スラブ化していた。スビアトスラフ一世、在位945年から972年は、初めて、スラブ風の名前を持つルーシの君主で、この頃には、スラブ化が、かなりの度合いで進んでいたことを物語っている。建国者は、 バリアーグを構成するルーシ族であるが、スラブ系のルーシ人とは異なっており、ノルマン系であったものが、スラブ人と根血し、同化されたものと見られているものの、定説とはなっていない。後年になって、東スラブの地を領土としたモスクワ国家、モスクワ大公国や、後継のロシア帝国が、東スラブ人とは、ルーシ人、すなわち反ロシア人であり、ロシア人、ウクライナ人、 ベラルーシ人の共通の祖先であるという歴史学を唱えるようになった。これに対し、現代の東、スラブ人に含まれる、ウクライナ人、ベラルーシ人、ロシア人の各民族をそれぞれに独自の羊を持つ固有の民族とみなし、ルーシ人を反ロシア人とみなすモスクワ歴史学に意義を唱えた、ウクライナ歴史学諸派は、停戦政,政府やソ連政府からの厳しい弾圧を受ける、 こととな,ったなお、ウクライナ歴史学賞派によれば、居住地域、言語、伝統などを考えた場合、ルーシ人は、ウクライナルーシ人、ウクライナ人や、ルシン人になったと考えるのが妥当で、モスクワ歴史学で言うように、ロシア人が、ルーシ人の直系の子孫であるのならば、彼らの近世に至るまでの出事が不明になってしまうと、言う。彼らの歴史学では、東、 スラブ人というのは並列する各民族の集合体であり、分岐する共通の祖先を前提とはしない。ロシア人の地域にはもともとロシア人に連なる東、スラブ系の民族が居住しており、それらの民族がロシア人のルーツであるという意見がある一方、現代でもウクライナ人、ベラルーシ人などというのは民族主義に毒されてごく最近に現れた人工的な民族区分であり、 本来彼らは全てロシア人であると主張する人も少なくはない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。